Thank you.
さあ、行こう。おとなしくしてな。さあ、行こう。
ハック開始だ。おとなしくしてな。さあ、行こう。あんた、いいかもだぜ。行け！うれ！さあ、行こう。あんた、いいかもだぜ。さあ、行こう。
三島隆二だな。乗れ。ということで、弊社上城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔昔の話ではあるものの、はなはだ遺憾なことであり、当然許されるべきことではありません。だから部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで、各自にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織を丸々と変えちゃって、私がダイレクトに会社を指揮する仕組みにしちゃいます。スピーディーな意思決定でお客様が求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾として、見ていてくれた？ミュージキュン、私のハレいい、全部あなたのおかげよ。あなたがザクソンの動きを教えてくれたおかげでこうして先手を取れたんですもの。上城が警察上層部と結託していた証拠、そんなものを公表されたらさすがの私も絶対絶命だもの。ほんと間一髪、みんなリュウジキュンのお手柄よ。この間やってもらった亡き上城前社長派閥の重役たちと不正企業との癒着、その証拠の捏造工作も功を奏して、邪魔者はきれいさっぱりいなくなったし、データ改ざんの痕跡をあんなに巧みに消しちゃえるなんて、龍実級最高にクールよ。ザクソンから離反したハッカーに資金援助していたのもあんたか。ん？何のことかしら。デモンズがあれだけ急激に力をつけたのは何か後ろ盾を得たからだ。内部分裂でユーゴの意識は一瞬だけでもあんたから離れ隙ができた。結果あんたは何人のハッカーを抱き込んでいるんだ。リュウジキュンって本当に賢いのね。ますます好きになってきちゃったわ。でも抱き込むなんて直接的なことはしてないわよ。もっと間接的に人を操る方法はいくらだってあるんだもの。そうだわ、そんな優秀なリュウジキュンに次のお願いしちゃおうかしら。近々ザクソンがハッカーを集めて大規模な活動をしようとしているらしいの。
あなた、それに参加してきてちょうだい。何の意味が？こちらにとってまずい展開になったら止めてきてほしいのよね。何せあの子たちの狙いはあのアンダーゼロみたいだから。わかるでしょ、アンダーゼロはエデン勇士以来のデータログが集積された場所。余計なものを見られるとまずいことになるんじゃない？わかった。お願いね、心配しないで。この仕事が無事に済んだら今後の妹ちゃんの治療費の心配は一切しないでよくなるから。察しが良くて義理に熱くて頭も回る。でも不器用よね。それも危険なほどに。行ってらっしゃい龍二キュン。もうすぐ何の心配もなくなるわ、永遠に。らしくないぜ龍二。ほんとらしくね。ちとぜやるじゃないか。俺にマルウェアを仕掛けたのか。腕が上がったな。俺は何も変わってない。変わったのはお前だ。少し前のお前ならすぐにでも気づいたはずだ。いつからだ？前から薄々おかしいとは思ってた。お嬢の膨大な治療費がどこから出ているのかとかさ。でも決め手になったのはこの間のハッキングだ。あいつがお前の様子がおかしいって俺に相談してきた。見ていたのか？ああ、さっきの話も全部聞いてた。悪い、俺お前の苦労に気づけなかった。お前ら兄弟の一番近くにいたのは俺なのに。本当情けないわ龍二。これからは俺も力を貸せ。だからこれ以上あいつらに関わるのはよせ。奴らはハッカーを使い捨ての駒にしか考えていない。お前だっていつそうなるか。ダメだ龍二。恨み事なら好きに言え。俺は何も知らないお前らに汚い仕事の片棒を担がせたんだ。んなことどうでもいいんだって。俺は何を言われようと神代と手を切るつもりはない。エリカの治療には絶対に奴らの力が必要だ。絶対ってなんだよ。他にも手はあるだろう。他の病院を探すとか。エリカは長くない。神代の治療が命綱だ。たとえどれだけ汚いものであっても。
私だってバトルできるもん。さあ、行こう。開始だ。いっけー。みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。you
ハック開始だ。いっけー。ハック開始だ。はさあ、行こう。なんとかなったね。ハッキング始めるよ。ネバネバネット。よしよし、偉かったね。ハッキング始めるよ。準備はいい？行きます。行け！皆さん、頑張って。ほら！ごめんなさい。仕方なかったの。
ハッキング始めるよ。私たちならきっと。やりましたね。さあ、行こう。なんとかなったね。ハッキング始めるよ。よしよし、偉かったね。
開始だ。挑む相手を間違えんしたな。マッハスティンガービクトリー。ほな次行きましょう。ハック開始だ。なんとかなったね。私たちならきっと。行け。行け。行きます。うれ。ごめんなさい、仕方なかったね。Thank you.
行け。やりましたね。ハック、開始だ。私たちならきっと。やりましたね。ハック、開始だ。
メッタメタにしてあげます。みんなのおかげだよ。皆さん、頑張って。無理は禁物だ。無理は禁物だ。皆さん、頑張って。
みんなのおかげだよ。
タック開始だ。さあ、行こう。僕たちじゃかなわない。開始だ。
開始だ。はあ。うれ。さあ、行こう。
無理は禁物だ。これを使おう。行け。開始だ。いけ。無理は禁物だ。無理は禁物だ。へい！いっけ！いけ！無理は禁物だ。うれ！へい！無理は禁物だ。これを使おう。これを使おう。これを使おう。
これを使おう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。無理は禁物だ。いっけは禁物だ。
無理は禁物だ。みんなのおかげだよ。
ザクソンのクーロン、いやエデンにある全てのハッカーに問う。君たちは自由か。何者にも侵されず、何者にも干渉されず、何者にも監視されない、そんな自由が今のエデンに存在するか。エデンの前身であり我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼロ、そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であったという。しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収されて、情報制御を司る無人のサーバーとなり、今では世界最高レベルのセキュリティが施された単なる要害となってしまった。アンダーゼロは、我々の理想郷はエデン最古のサーバー、バルハラサーバーの中にある。我々ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた欺瞞だらけの自由を打破するために。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロ。いきなり何言い出すんだあいつ。アンダーゼロだって。この祭りは空論の歴史に残る大事件になりますよ。アンさんなの、アンジョーキバリーや。フェイ、ザクソンは何考えてんだよ。アンダーゼロに手を出すなんて、お前ら内部分裂でごたついてたばかりのくせに。だからこそよ、今こそザクソンの実力を空論中に知らしめる必要がある。これが成功すればピーピーうるさい小バエも少しは静かになりますよ。それならなおさらあそこはやめろ。あのセキュリティはハッカーがどうこうできるもんじゃない。そら、アンさんがロートルなハッカーはそうだったやろうな。でもあいにくわちらにはデジモンプログラムがある。アンさんらの時とは気概も実力も違うんや。そういう問題じゃねえんだって。あそこのセキュリティはおじけづいたなら参加しなけりゃええだけの話どす。言ってくれるよな。一つだけ教えろよ。本当に攻略だけが目的なんだ。ん？何が言いたいんや。いや、なんでもない。悪い、ちょっと先に店に戻ってるわ。お前、間違っても参加しようなんて思うなよ。なんや、張り合いのない男だしな。どないするつもりや。あの男の言うことを聞いておとなしくしとるつもりですか。周りを見てみ。ユーゴの演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな、ハッカー総出であのアンダーゼロを落とすなんて。俺絶対参加するぜ。ここで実力を示せば一気に名も上げられるしな。クーロンや他のチームもどこもここと同じ様子や。アンさんが一人前のハッカーならアンダーゼロへ挑む意義が理解できるはず。ユーゴ派の言葉はアンさんのここにも響いたはずだせ。Thank you.
よ、この前置き去りにしてくれた罰だ。Kカフェでなんかおごれよ。冗談だって。そんな落ち込まなくても。なんかあったのか？話聞くぜ。Kカフェで待ってる。なるほどな。言いにくいけどさ、リュウジってやつなんかあくどいことでもやってたんじゃないのか。そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。言えないってことはつまりそういうことさ。なあ、もうハッカーチームなんてやめろよ。このままじゃお前まで悪事に巻き込まれる。あいつらお前の弱みにつけ込んでお前をいいように使っているだけだって。結局お前のことも信用してなかったんだ。お前に打ち明けないのが何よりの証拠だろ。そんなに落ち込むなって。なんか俺がいじめてるみたいだろ。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。だから元気出せって。ほら、何がいい？それじゃあ気分転換に本屋にでも行くか、それともフィギュアショップとか。俺としては本屋に SF 小説を漁りに行きたいけど、お前漫画とかのが好きだもんな。中野なら気分転換し放題だぜ。な、どこにでも付き合うからさ。俺と話したら元気が出てきた。それならよかったけど。あのさ、実はお前に聞いてほしいことがあるんだ。実は俺。どうした？顔色変えて。 Kからのメッセージ。おい、俺にも見せろよ。保坂って次のターゲットか。これ個人がデータを管理するためのファイルサーバーみたいだな。どうする？って決まってるか。行くんだよな。だろうと思った。今度は俺を置いていくだよな。志賀の時は何もできなかったけど、今度こそお前と一緒に戦いたい。俺なりに準備をしておいたんだぜ。お前ほどじゃなくても立派にコンピューターカウボーイなんだ俺だって。何ってお前に貸しただろ。うん、お前な、人がせっかく貸したのに。まあいいや。なあ、連れて行ってくれよ。俺もお前の役に立ちたい。俺たち親友だろ。サンキュー。それじゃあ行こうぜ。何しに来た、真田。ユーゴの演説聞いただろ。それがどうした？どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは俺たちが一番よくわかってるじゃねえか。力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうになってんだ今。他の仲間にも声をかけてる。柔道の元メンバーにさ。ハッカーたちを止めるんだ。手を貸してくれ。お前に呼ばれて集まったのか、あいつ。ああ、少ないけど何人かは来てくれることになった。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえれば百人力だ。俺の立ち、ちょっとつうかかなりバカなんだけど、巻き込まれんのを黙って見てるわけにはいかねえんだよ。俺がお前に戻ってきてくれと頼んだ時、お前はどうした？やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえってわけか。わかったよ。
お待たせ。フロアに並んでるやつ、あれアカウントか。それもあんなにたくさん。小坂がアカウント狩りの犯人ってのはマジみたいだな。え、お前のアカウントもあるかもしれないって。そうだな、これだけ広いんだ。どこかにお前のアカウントもあるかもしれない。探そう。なあ、こうしてると小さい頃みたいじゃないか。覚えてないか、よくやっただろ、ヒーローごっこ。公園とかで悪の親玉を探して走り回ってさ。お前だけだったよな、子供の頃から俺のことをからかったりしなかったのだ。他の奴らみたいにチビとか女みたいとか言わなかったってこと。俺さ、実は今の状況が嬉しいんだ。そんな顔すんなって。だってさ、まるで俺たち対等みたいだろ。おっと、道が二手に分かれてるな。長居するのは危険だし、二手に分かれようぜ。通信で連絡を取り合おう。気をつけろよ。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。開始だ。
なんとかなったね。さあ、行こう。